皆さんこんにちは、うちこでございます。はい、というわけで横浜探検隊第10回目でございます。おー、記念すべき10回目。おー、やっとなんか2桁来ましたね。というわけでですね、こちらいつだろう、配信5月の中旬下旬ぐらいですかね。だいぶ気温も上がってた、半袖七分袖で過ごす時期かなって思うんですけれども、まあお天気も今だったらねちょうどいいですよね。気温もちょうどいいかなでもですね、もうすぐ梅雨が来ますよね。私梅雨になると、あ、今一応ストレートパーマかけてるんですけれども、梅雨時期くせっ気がひどくてすごい悩みの種ですね。そろそろストッパーかけに行かないと、といううちこでございます。はい、前回もお知らせしたんですけれども、ついに私のメールアドレスができましたので、ご紹介いたします。はい、メモのご用意はよろしいでしょうか。いきますよ、うちこアットマークマリン FM.com、スペルが UCHIKO アットマーク MARIN-FM.com です。はい、こちらにじゃんじゃんと横浜市中区の情報をください。私がご紹介したいと思います。はい、というわけで記念すべき第10回目はですね、中区ってやっぱ山下公園が有名ですかね。でも今日はそんな山下公園ではなくて象の花パークをご紹介したいと思います。はい、ですね、前回横浜参謀ホールっていうところをご紹介したんですけれども、あ、うん、そうですね、ホールを行ったよっていうのをお伝えしたんですけれども、その参謀ホールから歩いて1、2、3分くらい、あ、余裕見て3分ぐらい、もうすぐ近くの公園なんです。公園パークですね。で、その参謀ホールから象の花パークに行く間に、なんか超綺麗な何レストランがあるんですよ。スカンディナ、ちょっと読み方発音がわからないんですけど、スカンディナって書かれたちょっと横長い建物があるんですけれども、なんだろう、ちょっとね前通ってみると超おしゃれで、なんだろう、あー、もうこれ横浜っていう感じの建物だし、レストランですし、ちょっと時間があって、で時間があってお金があったら行きたいなって思いましたはい、というわけでちょっと歩いてですね、象の花パークなんですけれども、すぐにですね、車輪じゃないね車両が入ってこないように、その車両止めみたいなのがあるんですけれども、ちっちゃい象がもういっぱいポン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 っているんですよ。ブルーのちっちゃい象が可愛いですよ。座れますでですね、結構ねこの象たちがいっぱいいるんですよ。なんて言うんだろう、超カラフルを通り越してなんかすごい色なんですよ。ブルーをベースにはしてるんですけれども、すごいカラフルな象たちが実際行ってみてください。何枚か写真撮ったんですけれども、その、ま、すごい印象的なのもいるし、超かわいい象さんたちもいるし、あとですね、そう、海がすぐ近くにあるので、船が泊まってたりしてるんですけども、あとここは投げ釣りは禁止なので皆さんしないでくださいね。はいあとですね、そう、このパーク内にですね、象の花テラスっていうのがあるんですよ。中で食べれたりするんですけれども、その中にですね、時をかける象っていう、象の象ですか、あ、ギャグじゃないですよ、その象があるんですけれども、こちらが時をかける象ペリーっていうお名前だそうです。でこの象の花テラスのシンボルで、ですね、結構大きいんですよこれ。2009年に作られて、体長がですね、全長6メートルで、体長が3メートルで、牙の部分が3メートル、合計6メートルですね。
で、高さが 2メートル60センチ、足のサイズが72センチ、大きい。私の足の何個分、3つ分3つ、うん、2つ、 2.5、 うん、いやそんな大きくない私でも大きいです。で、ですね、こちらがですね、なんだ、木製でできてるのかな、なんか茶色く見えたんですけれども、そうなのかな、ちょっと素材までは書いてないかな、うん、うん、でもぜひぜひテラス行ったら見てみてください。大きくて私びっくりした顔した写真も撮ってありますので、はい。でですね、あとですね、あ、この像の横に説明文で、さっきお話ししたちっちゃい像、あれペリコっていうらしいです。はい、ですね、ゾーンの花パークにその車両進入禁止のサインとして設置されています。こちらがですね2012年でに作られて、サイズがですね、あ、ちっちゃい、かわいい、全長93センチ、横幅40センチ、高さ50センチですね。はい、ちっちゃくてかわいいので、ぜひぜひ、いろんな子もいるので、お気に入りの子を見つけていただきたいなと思います。でこちらの、ペリコとペリーの生みの親、現代美術家の椿昇さんが、作られました。ですね、ぜひぜひこの2つ、うん、ペリーは1個なんですけど、ペリコはいっぱいいるので、ぜひぜひこの子たちに会いに行っていただきたいなと思います。はい。でですね、本当この日お天気良くて、なんだろう、外でご飯食べたいなって思ったんですけど、まあちょっと私この後仕事があったのでその時間がなかったんですけれども、ぜひね、なんかテラスでピクニックシートも貸し出ししているようなので、ぜひ借りてお弁当を持ってていいのかな、ですかね、ぜひ行っていただきたいなと思います。あ、なんか芝生のところもありますので、こちらでごろりと、ごろり、うん、うん、寝ていいのかなはい、ゆっくりしていただきたいなと思いますですね。このカフェテラスのなんだろう、テラスなんでね、アイスクリームとか飲み物とか売ってるんですけれども、今度行ったら本当食べようと思っています。ゾウの鼻ソフトクリームっていうのがあるんですよ。超可愛いんですよこれ。鼻、顔と鼻の部分がクリームでできてて、耳のところがなんだろう、クッキーなんですけど、ちょっとなんだ、ワッフルっぽい、サクサクっとしたクッキーでできてるようなんで、超かわいい。これちょっと見た目、目がチョコチップでね、ちょっと本当今度行ったら食べたいなと思います。はいですね、ゾウの花パークって呼ぶんですけれども、なんでゾウの花パークかっていうのがちょっとね、公園のね掲示板みたいなところではね私見つけられなかったんですけれども、ちょっとネットで検索しまして、1867年慶応3年っていうのは覚えてるんですけど、ちょっと合ってます、合ってます、大丈夫かな、にこうなんていうんだろう、こう船が止めれるようなというか、ちょっとこうニュって出たような形になって、その形が象の鼻に見えることから、象の鼻地区とか象の今の象の鼻パークっていう名前の由来だそうです。ぜひちょっと見てみてください。はい、というわけで本日はですね、象の鼻パークご紹介いたしましたね。え、本当梅雨入る前にお天気いい日にもう一回象の鼻パーク行ってお散歩して、あ、そう、犬のね散歩してる方もね結構いたので、ちょっとワンちゃんと戯れたいなと思いながらその後仕事に向かったんですけれども、ぜひね、ご家族、友達、それから恋人とか、いろんな方とゆっくり行っていただきたいなと思います。それでは皆様、聞いてくださってありがとうございます。お相手はうちこでした。というわけで皆さん、ありがとうございます。この番組はマリン FM 開局準備室よりアマックスミュージックの制作でお送りいたしました。というわけで皆さん、ありがとうございます。バイバーイ。